なって。はあ？霧城先輩に釘刺されちゃってさ、赤点取ったらどうなるか覚悟しておくんだな、なんてもう目がマジのマジよ。つうわけで頼む、二人とも俺っちに救いの手をプリーズ。だったら真面目にやんなさいよ、全然集中してないじゃん。ほらこういうのってまずは準備っつうの、気分を上げるのが大事じゃない。机の上を片付けてきれいにしたりとか、集中できる環境作りとかムード作りとか。というわけで伊織純平、場を温めさせていただきます。はあ、いきなり何言ってんの。では君、歴史、数学、国語、どの純平講座が聞きたいかね。うん、歴史の話が聞きたい。それでは化石を探しに行った調査隊の話なんだけどさ、ドキドキしながら発掘していたら、なんと。ドキが出たとか言ったら引っ叩くから。オチ先に言っちゃうのなしでしょ。あと暴力反対つか、こういう息抜きも必要でしょ。お前はどうだったよ、純平講座。ほんとそれ、純平は勉強中口開くの禁止、息だけ許可。それじゃ勉強会の意味なくない。純平に付き合ってたらこっちまで勉強が進まないっての。いっそ赤点取って霧城先輩にきついお仕置きをしてもらった方が勉強になるんじゃない。いや、ちょっと待って、ほんの冗談だって。真面目にやるからお願い、見捨てないで。こうしてこうすれば、あそこがああなって。なあ、ここんとこ教えてほしいんだけどさ。へえ、ちゃんとやる気になったんだ。最初からそうやってればいいのに。さっきの話、落ち前にちょい間を取った方がウケると思う？それともテンポ重視で行くべき？純平はもう空気だと思って二人で勉強しよっか。今日はこの辺にしておこうか。一緒に勉強したおかげではかどったかも。
君か。よし。そうだ、メイブルースの意味は五月病。では次のセンテンスの。どうしたイオリ、五月病か。いや、なんでもです。あ、キリジョー先輩、この問題なんですけど。マジでやべえくらいいい匂いするよな。いや無理っしょこんなん。あっちの方からいい匂いがふわってさ。あ、俺も思っていた。たまらないなこの香りは。お、話せるっすね真田さん。いやいいっすよね、華やかでエレガントな気品あふれる香り。どちらかというと刺激的な中にあふれるようなジューシーさを感じるが。え、今夜食に牛丼を温めてるんだ。いい匂いだろ。そっちつか牛丼。お前もかよ。普通ここは食い気より色気っしょ。あ、真田さん、俺の分もあります。牛丼の前に勉強だ。ほら君も手が止まっているぞ。あと5問正解できたら食べていいぞ。どう？牛丼牛丼牛丼。まるで人参をぶら下げられた馬だな。食べ物に釣られるとか単純すぎでしょ。よし、ここまでにしよう。夜食もほどほどにな。
助かる。でしたから先輩のお構いもできずに、時間がかかってしまって本当にすみませんでした。このお店品揃えがいいから欲しい本一つに絞りきれなくて。先輩は本なんて読んだりします？感じの人なので、派手な娯楽性はないけど、作品を通して作者の価値観を感じられて。すみません、こんなところで立ち話なんてしてしまって、お店の人にも迷惑がかかりますね。先輩、こんなメガネで暗い子と一緒にいて退屈と思っているのでは？私、そのことがずっと心配で。そうじゃなくて、今日は私、自分から先輩に質問することができました。私、もっと物怖じせずに人と話せるようになりたいんです。担任の竹之塚先生からもクラスのことでいろいろお願いされることがあるんですが、怖くていつもうなずくだけで。それは大した話じゃないんですが、私のお父さんすごく怖い人で、今は一緒に暮らしてはないんですけど、怒った時の顔とか今でも覚えてます。だから男の人を目の前にすると今でも思い出してしまって。いえ、こちらこそお気遣いありがとうございます。失礼しますね。
また学校で。帰ってきたか。先輩、全開したそうですね。おめでとうっす。復帰メニューが山積みだ。丸一月サボってたわけだからな。急に無理するとまた折れちゃいません？そうも言ってられない。新たなペルソナ使いも見つかったしな。おお、新戦力ってことすか。もしかして女子とか？女子だ。うちの高等部2年のな。山岸風花。3人とも知ってるか？山岸？あ、確か E 組の。なんか体が弱いとかで学校ではあんま見ないような。俺たちのいた病院へ来てたらしい。それで適性が見つかった。しかし素養があっても体がそれじゃ戦いは無理かもな。召喚機も用意したんだから。もう諦めちゃうんすか？せっかく俺が手取り足取り個人レッスンとか。何？そのかわいそうな動物を見るような目は。みんなよ、俺を見んなよ。ねえ、よし。そうだ。ようやくだな。お前たちには負担をかけたが、それもここまでだ。あ、遠慮なく指示をくれ。リーダーはお前だからな。遅れを取った分はすぐ取り返してやる。先輩としての意地もあるしな。まずは前線に出してくれ。ご機嫌。それでは。よし、今日も任せとけって。気をつけろ、敵だ。よっしゃ！覚悟しなよ。正直だ。
注意しろ。さあやらせてもらう。来い、トイレクス。あれを避けるか。アナラ選手、見事なノックダウン。弱点がつけるはずだ。準備 OK。 次を行きます。次はお願い、リオ。たまに骨のあるやつがいるけど、そうじゃなきゃ面白くねえよな。気をつけろ、敵だ。まさか。レディース。
どう料理する？やれるな。行きます。やらなきゃ。他に弱点があるかもしれない。今は戦いを重ねるたび力がついていく実感がある。お、なんかすげなあなあ。
よし、進むぞ。ダブレ、なんなんだよこのボコボコ。あの箱か、敵だ、片付けるぞ。こっちの優勢だ。引き金を、負けない。しいやつだ。少子だ。俺の力逃してはないぞ。やってやる。この場面ならペルソナ。俺の力でペルソナ。よし、
逃走。惜しかったな。さて、次行かないと。お、階段だぜ。まれにしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。つか俺、いい感じに戦えてんじゃん。いやー、やっぱ才能かな。慎重に行くぞ。この場面なら焦らなくていい。よし、勝ったら。ご苦労だ。はい、お疲れさんと。お、階段だぜ。帰るやつ発見。俺はまだ行けちゃうけどね。出たな、シャドウ。よっ、先生取った。先生です。今なら敵がダウン。いい攻撃だよ。よし、敵一体撃破。ここは、いや、チャンスだ。違った。弱点を狙えるぞ。違った。ここはベリッ。敵がダウン。いい攻撃だ。ベリッ。この機を逃した。行こう。チャンス。いい連携だった。さあ次だ。よくやった。そうだな。よし。ごきげんよう。私からのお願いです。成果のご報告を。それでは。ようこそベルベットルームへ。
合体するペルソナをお選びください。こちらのペルソナですね。少々過ぎた力かと。こちらは強いペルソナです。良い選択かと存じます。こちらでよろしいですか。良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。なかなかの力を授かって生まれそうですな。楽しみでございますな。良い選択かと存じます。こちらは強いペルソナです。良い選択かと存じ、どちらを継承なさいますか。新たな力は授からない。始まります。合体するペルソナをお選びください。こちらは強いペルソナです。どのようなペルソナが生まれるか楽しみですな。まだ扱いきれません。受けたまわりました。またのお越し。
っしゃ。